はい、こんにちは。今日は、キラウエア火山の、カルデラの、変化というタイトルで、火山の活動についてお話しします。はい、キラウエアという火山はこのハワイ諸島の中で、一番大きなハワイ島、その一番南側にある活動的な火山です。マウナロアという火山の山腹に新たにできた火山の火口というものです。はい、こちらハワイ島の、衛星画像と、火山活動を示した地図です。で、キラウエアっていうのは、ここにあるこれなんですけれども、このキラウエアというマウナロア火山の山腹にあるところなんですけれども、そこから、この東側と、西側に、リフトといってね、割れ目火口があって、その山腹から割れ目噴火としてマグマが流れ出すこともあるというわけです。今日、見ていただくのはキラウエアの、火口ですね。キラウエアのカルデラ、火口ですけども、これは衛星画像ですけれども、この真ん中のちょっと灰色っぽいところがキラウエアのカルデラです。で、このカルデラの中に新しくできた、クレーターですね、これをハレマウマウと呼んでいます。今この白い煙を上げているところが、ハレマウマウの火口です。で、この地図でいくつか穴のへこんだところがありますけれども、こういったところですね。こういったところは、別の、火口、クレーターですね。というわけです。はい。少しね、コントラストを上げた衛星画像なんですけれども、このキラウエアの火口は、差し渡し、2キロぐらいあります。で、この火口を取り囲むように、道路が走っていて、その道路沿いから、この、カルデラの中を、見学することができます。で、この溶岩流が流れてるんですけれども、1919年の溶岩流がこちら、このちょっと灰色っぽいところなんですけれども、ここに、広く流れています。で、21年の溶岩流はこちら側なんですけれども、これらは時期的に近いので、一連の活動で、このカルデラの中に溶岩流が流れたというわけです。その後ですね、1974年に比較的大規模な活動があって、このハレマウマウクレーターと呼ばれているここね、ここの中の溶岩流はこの時にできたものです。それからこちら、ヒアナカコクレーターと呼ばれている火口があってですね、そこから流れ出した溶岩流もこの山腹を流れてるっていうわけです。それから、黒っぽい溶岩流がこちらこう流れてますけども、これも1974年に流れたもので、この74年の活動で大規模にね、溶岩流が流れ出しているということが、わかります。で、私たちは、このキラウエアのカルデラはね、2007年に見に行ったわけですが、実はね、その後2018年ですね、2年前ですけれども、先ほどのハレマウマウの、クレーターのところがね、非常に大きくこう陥没して、そこに水が溜まったような状況に、なったというわけです。大規模な地変が起こったわけですね。で、こちらはUSGS のね、解析の図なんですけれども、2009年、こちらがね、ビフォーって書いてありますけども、この、キラウエアの、カルデラの中に、ハレマウマウ火口がこうあるわけですね、クレーターね、あったわけです。で、このところから白い煙が上がってたっていうわけで、私たちはこの様子を、2007年に見ていたわけですが、2018年の夏には、このハレマウマウのね、あったところが大きくへこんで陥没したというわけです。それから、キラウエアの先ほどの1919年や1974年の溶岩流が流れたね、このカルデラの中なんですけれども、大きな地割れとともに、やはりこう広く陥没しているというわけです。こちらはこの断面をね、描いたものですけども、この黒の線が、その前にあったこのキラウエアの、カルデラの、地形なんですけれども、2018年に、
まあ、大きくねこうへこんだと、まあ、地面が落ち込んだというわけです。はい、まあこんなことがまあ起こって、いるんですけれども、まあこの、この陥没の前のね様子ということで、まあ、現地の様子を見てください。これがマウナロアのね山帯なんですけれども、この日はよく晴れていてね、山がよく見えました。で、手前に見えている崖がキラウエアのねカルデラの側面にできている、まあ、崖です。非常に切り立ったね崖なんですけれども、ここの断面に地層のように、まあ、見えていますよね。まあ、これは、まあ、繰り返し溶岩流がこの表面を流れてね徐々に厚みを増していったというようなことを物語っています。で、この陥没したこのカルデラの中にこの灰色のね溶岩流がこう埋めているという状況です。この崖の上に立っている建物はね、まあ、火山観測所の建物だというわけです。まあ、私たちが立っているこの場所はボルカノハウスっていうね、まあ、ビジターセンターの、まあ、展望台からまあ見てるというわけです。はい。で、まあ、このキラウェアカルデラはね、周囲に車が走れる道路があるので、まあ、走っていって、まあ、このハレマウマウクレーターに近づいたというわけです。はい、このねクレーターのね斜面とかその外側からもねまだ蒸気が上がっているというわけです。このハレマウマウクレーターの底はね溶岩が溜まってたので、まあ、その表面はねちょっと光った溶岩でできています。で、まあ、この時はねこのハレマウマウクレーターの外側って、まあ、平らになっていてねあまり起伏がなかったわけですけれども、まあ、2018年の、まあ、大規模な陥没でね、地割れができたり、まあ、落ち込んだりしているというわけです。ですので、まあ、今言ってみるとだいぶね、まあ、このような状況とは違うようになっていると思います。はい、まあ、こんな感じですね。ここはキラウエアの、カルデラのですね、南西の縁の道路脇です。向こうにマウナロアの、山帯が見えています。非常に標高高いんですけれども、まあ、裾野が広くてあまり、高い山という印象を与えません。そして、手前のここはですね南西に走る、リフトゾーンの、割れ目です。で、ここはですね、このキラウエアっていうのは、南西方向と、それから南東方向にこうしたリフトゾーンが走っていて、山頂のカルデラからの溶岩の流出と、こうした山腹の、割れ目から、溶岩が流れ出すことがあります。で、ここはですね、ちょうどこの、割れ目に沿って、地層の重なり方が確認できる場所です。このように、まあ、清掃しているということはこれは、まあ、火口から、飛び出した噴出したですね、スコリアや火山灰などが清掃して、溜まったということがわかります。そしてそのちょっと、右手の方ですけれども灰色の溶岩がそれを覆っています。で、これはその後の溶岩流の噴出で、流れてきたマグマがですねこの地割れのところで、流れ込んで、こうした、地層を作ったということが読み取れます。はい、まあキラウエアのねこの周辺の道路を歩いていくと、まあ、南東側に、まあ、リフトゾーンが走っていてね、このリフトは、まあ、ずっと、続いているわけですけども、この割れ目から、まあ、マグマが噴き出すこともあるし、この割れ目ができたことによって、この大地の作りが見えるというかね、まあ、火山灰やスコリアンが降り積もるような噴火と、それから、まあ、溶岩流がね、だーっと流れて、まあ、層状に、まあ、それを覆うというようなことが繰り返してきているというわけです。で、この一番最後の溶岩流は、ここにこの割れ目ができてから、まあ、どっか別の場所でマグマの吹き出しがあって、そこからこう流れてきたものが、このちょうどこの谷のところにね、
こう流れ込むような形で、来ているんですけども、まあそういった状況で、まあ、固まったというようなものです。はい、今、キラウエアの、まあ、火口付近で見られる、まあクレーターとか、それから溶岩流とか、割れ目とか、そういったものを見ていただいたんですけれども、まあ、2018年のね、活動で、まあ、大規模にね、陥没して、まあ、当時の姿はもうなくなってしまったということなわけです。で、なんでこの大規模にね、陥没が起こったりしたのかということが、ちょっとね、不思議なんですけれども、実は2018年の噴火は、このキラウエアの火口付近ではなくて、ここですね、ちょうどこの、キラウエアから、まあ、ちょっと東に行った、この海岸付近で、大規模に、まあ、マグマが流れ出すというわけです、まあ。この辺ですね。この辺からマグマが流れ出して、まあ、こちらの、斜面を下ったり、そのまま東方向へ流れていって、海の方へ、まあ、大規模にね、マグマが流れたということが起こっているわけです。で、まあ、ここで、まあ、大規模にマグマが流れたということはどういうことかというと、このキラウエアのちょうどね、火口の下に向かってマグマがこうね、上がってきて、まあ、このマグマだまりのような形であったわけですね。で、まあ、時々そこで、まあ、流れ出したりするようなことがあるかもしれないんですけども、まあ、マグマの供給がそこに、まあ、ずっとあって、まあ、溜まっていた。で、ところが、この、東側っていうのはね、このキラウエアの火口よりもずっと低いところにあるので、実はこのマグマだまりのところにね、横穴が開いて、そこから、まあ、漏れ出た。いうような、まあ、ことが起こったんですね。なので、本来だったらね、この火口に向かってマグマが上がってくるところを、まあ、横に抜け穴ができて、そこからマグマがずるずるね、海の方へ流れてしまったために、このマグマのね、レベルが下がるわけです。で、マグマのレベルが下がるということは、この地下に、まあ、それまで占めていた、空間がね、まあ、空洞のようなことになるので、まあ、上に乗っかってた溶岩がね、まあ、ドーンと落ち込むというようなことが、まあ、起こったというわけです。まあ、こういうふうでね、まあ、火山というのは同じところで、マグマのね、この噴出が、ね、噴火が起こるというわけではなくて、まあ、横から漏れたりとかね、状況が変化するという、まあ、例です。ですから、まあ、まあ、このハワイなんかはね、そういう活動が比較的、活発で、まあ、このね、この間はこうだったのに、行ってみたらこうなってたと。で、また新たな活動が起こると、また姿を変えるということで、この大地のね、まあ、変化の、まあ、ダイナミックスっていうかね、そういうことを、まあ、感じられる、まあ、フィールドというわけです。ですので、またね、機会があったら、このキラウエア火山のね、様子を見に行きたいなと思っています。今日は、キラウエアのね、火口について、まあ、現地のね、様子、まあ、2007年の状況ですけども、まあ、それを見ていただきました。